今西浩二です。千葉県の東金市で住宅型有料老人ホームをメインとした介護事業をやってます。基本的にはもう家族で暮らすように相手のことを思いながらっていう関係性を大事にしながら、生活の場、医療の場とかその下請けという形じゃなくて生活の場を作るということを目的にしながらやってます。まあ、実際には大学卒業してから介護経験は半年ぐらいしかなくて、まあ立ち上げをしたんですけど、6人兄弟の末っ子で、もともと母が介護施設をやってたんですけど、兄弟たちがもう役員に座っているので、自分のやりたいことっていうのをたどり着くためにはかなり早めから動かなきゃいけないなと思って、まあ立ち上げが早くなったっていう形ですね。本来は里親をやりたいっていうのが一番最終的な目標にあって、 でも経済ベースがないと無責任に子どもを受け入れることもできないし、かといって、まあ、この国はなかなか子どもにお金の回ってくる国ではないので、その経済ベースを作るためにもともと母がやってた介護系だったり老人の方と一緒に生活をするっていう事業をやって、そこで経済ベースを作って里親をやれればって考えていて、でもまあそこをやっていくうちにその中でしっかり循環が生まれるなっていうことに気づいて、まあ、ぜひともこれを高齢者の方の生活と子どもたちの生活が経済的にも愛情としてもこう補完できるような場所ができればなと思って、まだまだ到達できてないんですけど、まあ、一歩ずつ前に進んで。Oh, oh, oh.